イナオズーです。今回紹介するのはレゴシティ2セットです。60424は袋ガニ説明書が1、パーツは92個、60435は袋ガニ説明書が2、パーツは101個です。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。まずは60424ジャングル探検オフロード車レッサーパンダを探せから見ていきます。ミニフィグは探検家が1体ついてます。まあジョニーサンダーと言ってもおかしくないぐらい似てますよね。顔はこの一つだけになってて、上半身パーツ背中にもしっかりプリントが入ってます。で、手に持ってるのはこちら側方位自身ですね。プリントパーツで、これ予備パーツがもう一つついてました。あと反対側に持ってるのは地図です。これ見ると多分これ火山じゃないかなと思いますけど、あとはルートが載ってて、そこに、レッサーパンダがね、ついてるということで、これ可愛いですよね。で、そのレッサーパンダがついてます。初登場ですね。稼働する部分は特にないんですけど、尻尾のしましまとか、まあ、全体的にプリントいい感じじゃないかなと思いました。足の部分が黒のね、塗装になってるんですよね。長靴を履いたような感じで、すごく全体的に可愛くできてるんじゃないかなと思います。続いて条件セット見ていきましょう。これも他のジャングル探検のセットと同じで、真ん中に穴が開いてます。ということで、ここからこのね、レッサーパンダをこんな感じで出して遊ぶことができるということで、これ可愛いですね。あと裏から見るとこんな感じで、小さいパーツを結構使ってるのがわかると思います。岩と木と、あとね、葉っぱ花とかいろいろついてますんで、これ雰囲気あっていいなと思いました。そしてオフロード車です。かっかっこいいですね。まあレゴシティで小さい車というとバギーとか、あと ATV とかが多いかなと思うんですけど、これはオフロード車ということで、バギーとかよりもちょっとね、長めになってますよね。まあその分どっしり感というか強さがあっていいなと思います。フロント周りライトは一つということで、これ珍しいですよね。ちなみにこうやってね、動かすことができます。で、その下のこの紺色のパーツはバンパーなのかな。あとはガードもね、一部兼ねてるかもしれませんけど、これも珍しい仕様だなと思いました。で、フェンダーに対してタイヤがね、だいぶ離れているということで、ちょっとバギー感もあっていいなと思います。で、運転席周り、この出っ張りは多分サイドミラーじゃないかなと思います。で、ボンネットも結構細かくできてて、あと風防パーツもこれ低めのね、クリアパーツということで、かっこいいのついてるなと思います。中にはハンドルがついてて、後ろちょっとスペースがありますね。で、両サイドは白インゴットパーツがついてます。これフェンダーから続いてるような感じに見えるので、すごくスマートな感じでかっこいいなと思いました。ということで、運転席に座らせましょう。はい、こんな感じになりますね。いいですね。顔はね、完全に風防から出てますけど、これはこれでかっこいいんじゃないかなと思います。で、後ろのスペースには持ってた地図と方位地震を入れるといいかなと思いますね。で、方位地震はこれ予備パーツも一緒に入れることができますんで、これかなり便利なスペースじゃないかなと思いますね。もちろん入れた状態でも、問題なく座らせることができます。で、運転席後ろの荷台部分ですけど、これ横にかなり張り出してますよね。これをガードと言ったらいいのかな。上のところフレームパーツもね、ついてたりとか、結構なんか強そうな雰囲気が出てていいなと思いますね。で、上のところポッチがありますんで、ここにさっき
機のこのね、レッサーパンダをこうやって乗せて走らせてもいいんじゃないかなと思います。これちょっと可愛いですね。それとリア周り、つかみパーツが2つついてて、無線機とカメラがデフォルトでついてました。こういう小物パーツがね、ついてるの嬉しいですよね。あと、ちょっとね、見にくいですけど、ここ赤のクリアパーツを使って、テールランプを表現してるということで、細かくできてますよね。あと、サスペンションはついてないんですけど、車高が結構高くなってますんで、もう普通にこんな感じで、走らせるだけで、オフロード感がね、かなり出てくるんじゃないかなと思います。次に60435、レッカー車と故障したスポーツカー見ていきます。レッカー車の作業員、上半身新パーツになってます。汚れが目立つようなプリントになってます。いいですよね。でこちら側、白と紺色のラインが入ってて、で裏側にはこのね、マークがついてるということで、これなかなかいい感じのプリントじゃないかなと思いました。顔はこの一つだけです。それと故障したスポーツカーのドライバーです。上半身パーツかなり細かくプリント入ってますね。で足パーツ、ガンメタの成型色になってますんで、これマインクラフトだったらネザライトのね、装備をつけた足パーツとして遊ぶこともできるんじゃないかなと思います。で紙パーツは補聴器がついたパーツになってますね。立体的な感じ、すごくリアルじゃないかなと思いました。あと顔はこの顔と、もう一つこの顔になってます。まあ故障してますんで困ったという感じの顔かなと思いますね。で手にはスマホを持ってます。次に故障したスポーツカー見ていきましょう。ぐるっと見るとこんな感じです。一応設定では故障したとついてますけど、特にその故障したという部分を表現するようなプリントとかパーツがあるわけではないので、まあ、普通にスポーツカーとして遊べる車になってますね。フロント周りガードがついてますね。まあかっこいいとは思うんですけど、スポーツカーなんで、まあこれ外したとしてもね、特に違和感ないというか、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思いました。で、ライトはプリントになってます。まあボディが赤でこの雰囲気なんで、フェラーリをイメージしてるんじゃないかなと思いますね。で、サイドから見るとこんな感じ。下が黒くて上が赤くなってますね。黒いところは一つの大きなパーツになってます。まあこの辺は4プラスっぽい感じがしますよね。で運転席周り、風防にはさっきのオフロード車にも使われてたパーツですね。いいパーツですよね。でその後ろ、インパネにプリントパーツ使われてます。で、ハンドルがついてるということで、なかなかかっこいいセットだなと思います。でここに、さっきのねこの人を座らせましょう。するとこんな感じになります。まあ、かなり上にね出っ張るんで、まあ、なんというかちょっとゴーカート感がね、出てしまうのが残念だなとは思いますけど、まあこれはこれで悪くないんじゃないかなと思います。でその後ろ、グリルパーツがついてますんで、おそらくこの下にエンジンがあるということなのかなと思います。かっこいいですね。でウィングね、こうやって動かすことができるのと、リア周りなんですが、テールランプ、赤のクリアパーツ、これねグリル調のパーツなんですよね。これついてるのいいなと思いました。かっこいいですね。でもちろんスムーズに走らせることができます。そしてレッカー車です。かなり大きな車両になってますね。ミニフィグと比べるとこんな感じ、結構迫力ありますよね。フロント周り、ライトは無色のクリアパーツです。でここグリルとこの下ライトかな、ここがプリントパーツになってますね。まあこの大きさなんで、ちょっとねやっぱり4プラス感は出てますけど、このプリントパーツいい感じだと思いますね。でその後ろ、ボンネットがあります。ここのパーツ外すと、中にさっき のテールランプに使ってた赤のね、グリルのパーツがあるんですよね。これ多分エンジンをイメージしてるんじゃないかなと思います。結構細かくできてますよね。あとこの辺りのこのデザインもねいい感じじゃないかなと思いました。でサイドから見るとこんな感じです。下がグレー、上がオレンジ色になってますけど、グレーのところはこれ大きなパーツになってるんですよね。タイヤがくっついてるこの軸についてもこの大きなグレーのパーツにくっついてますんで、まあ、ここは4プラスっぽさがかなり出た部分じゃないかなと思います。ちなみにサイドにさっきのね、ミニフィグの後ろについてたマークがついてます。これプリントパーツです。反対側にも同じものがついてます。これいいですよね。で運転席周り、風防の上には、オレンジの蛍光灯ついてます。いいですよね。で中なんですけど、ハンドルが一つ、それから背もたれパーツがついてます。まあ、ということでここ座らせていきましょう。はい、こんな感じです。まあ、横かなり余裕がありますよね。で高さ的にも十分ありますんで、前から見た時にしっかり顔がね確認できるようになってます。いいですね。
ね、その後ろ窓がついてます。こういうところいいなと思いました。嬉しいパーツついてますよね。あとルーフはついてませんけど、まあ何かね、自分でつけてもいいんじゃないかなと思いました。で窓の後ろのところにはマフラーが2本出てますね。これもいいパーツですよね。でその荷台にはレッカー用のクレーンがあります。この白と赤の警戒色はプリントパーツです。でこのクレーンなんですが、もうこうやって動かすことができるのと、先端部分にはフックがついてます。これボールジョイントですね。そこの付け根もカチカチカチと動かすことができるようになってます。でさっきの故障したスポーツカーの方なんですけど、前にガードがありましたよね。これを少しだけこうやってね、前に出してあげます。するとこのフックにすごく引っ掛けやすくなりますね。でもちろんこの状態で走らせてレッカーできるということで、これはかなり遊びやすいですよね。ちなみにガードパーツを外したとしても、ここにこうやって引っ掛けることができますんで、もちろんレッカーして遊ぶこともできるようになってます。それとリア周り、これもテールランプは赤のグリルパーツということで、これも嬉しい部分じゃないかなと思います。かっこいいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。車3台紹介しましたけど、どの車も個性的ですごくかっこよかったなと思いました。あとレッサーパンダ可愛かったです。このセットのパーツは60424が92個、60435が101個です。以上レゴシティ2セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。